非常に強い台風10号は奄美大島の沖合を発達しながら北上しています。愛媛には30日金曜の日中に最も近づく予想で、県内はあさってから警報級の大雨になる見込みです。非常に強い台風10号は今日午後5時現在、鹿児島県奄美市の東北東およそ80キロをゆっくりとした速さで北北西に進んでいるとみられ、30日金曜の日中に愛媛に最も近づく見込みです。台風の接近に伴い、県内は明日からまとまった雨が降り始め、あさって以降は警報級の大雨となる予想です。明日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、県内全域の多いところで70ミリ。その後、あさって午後6時までの24時間は200ミリ。30日午後6時までの24時間は、多いところで300ミリの雨が予想されています。また、風も強まり、警報級の暴風になる見込みで、あさっての最大風速は、南予の陸上で20メートル、海上で25メートル、中予と東予は陸上で18メートル、海上で23メートルが予想されています。台風10号は動きが遅く、影響が長引く恐れがあるため、気象台は土砂災害や河川の増水、氾濫などに警戒を呼びかけています。